あのね、プロとやって分かるけど、プロのサバイバー 4V 者相手に3釣り以上するのってマジで化け物です。あ、でもマリー、このテストサーバーやから20秒でフラホ使えるんか。ボンボンおるし、マリーおるし、キーガンおるし。囚人？何でも出せるけどな、この編成。囚人入れるんや。すごいな。いや、マリーよな。出せるよね。囚人ガンガン追ってくれよね、スポーン選択で。さあ、それでは試合が始まります。ゼータディビジョうンわ、ファーこストのステマージリーのかわ第1いい。候補戦です。リセクトに求められるのは3人にやばい現やばい、状。ちょっと待って、早い早い、ちょっと早い早い。リセクトに求められるのは3人逃げ以まあ上。囚人置いたいか。対してアルフレッド2人釣ればその時点で勝利が確定します。お、踊り子ここででももいい行きますか。と。踊り子踊り行子、く。踊り子方面へと向かっていくアルフレッド。鏡を出して、お。オルゴールも出している。鏡回いや、避。いい位置に逃げ込みますね。そうですね。鏡の一撃はかわせそうだ。ここでグリッサード、距離を取ります。似た読み合いには青オルゴール。確実に読み勝っていままあ、すね。鏡が溜まるまでのクールタイムの間でオルゴール壊すよな。マリとしても次の鏡まではちゃんと相手も壊すと。はい。引き続き踊り子とさあ、のチもうェイフラスでフがす使が、えこるのタイと。ミングの鏡はフライホイールがクールタイム上がっている状況です。グリッおお、サードでいい避け方し距て離るをわ、取そっれ。て、いやー、うフライホイールまにはため攻ー。撃加えていきました、アルフレッド。しかも鏡でよく対応しましたね。はい。この鏡が腐るとリジェクト勝ちが見えたんですが、これうめえ、今ここでの。最低引き分けラインは保ってますね。そうですね。こうこう、なると次たのめ鏡攻保撃てをるすわけるのでかすしね。ないのかっていう読み合いも始まってくるような、表情ここので、ある引もう。き分け構図、そうですね、狙多うこ分。とができもうます。まあ、フプラロフは相相手手のになってき編成でたら。すしね。こうやったらフラフォないから、うますぎる素晴らね。しい精度、ちゃんとダウンを取り切りました。分けは狙いますよ。暗号機2台は上がっていきます。そうですね、この先もし何かこう地の上目線の誤算があるとすれば、まあ、囚人の解読速度や引き継ぎですかね。そうですね、囚人の改めての解読の速さとか、あとまあ曲芸師のう連わ、これ着、やば、見つけた。壁、治療粘着とかでギリギリ4人2で目指したいですよね、リジェクト。4人2でするしかないもんな。そしてできればシティも2度救助みマたいリな。ー相手。はい。肘当てを使って、イスマイアと寄っ間ていに合うきかます。な、これ。5割。踊り子の耐4久、割救際助。どい時間帯、うお。肘当て2つ目。うわ、ため攻攻撃でず撃らでそうはとしたけ即ど。救助。うま、シティさん。これ即入れますか。もう一度救助にも来れますから、まあ、とにかく早めに触って、で振りを見てから離すつもりだったんでしょうね。はい。で、ため攻撃の振りだったから、そのまま救助しきっうわ、たと。無駄だあね。れ、鏡回出すの避するも。か、これ、傭兵の引き継ぎ、囚人が回せるので、囚人フラホ使いいっでたわ。すね。それぐらいちょう70どいいとこ行っ秒てのたな。引き継ぎが。そして送電してそうですね。はい。うん、つながってますね、傭兵の暗号機と。これ、4つするのか。壁次第まあ、では傭兵もう一回救助でワンチャンあるな。壁できたら、マリやっぱ1台は、100%は1台やっぱ上げられてしまうので、はい。ただこれ、アイボリー選手の方におそらく送電切り替えましたね。曲芸師側から送ってもらうことにしてますね。なるほど、なるほど。それを分かっあ、そてうですね、つながってます。いった。まあ、鏡で狙われるのが次、囚人だと踏んだんでしょう。はい。ただ、切り替えた音聞いておそらく曲芸師になったんでしうん、ょうね、アルフレッド。切り替えた音があったもんな。賢いプレイ、賢いプレイでした。うますぎやろ、それ考えて言ってるんやったら。即打ち抜きたい踊り子。打ち抜これく。は嘘でし攻ょ。撃はまだ上がらない。これで1人飛ばすことができます。地の女王の分けペース。てか暗号解いや、読マ勝ジ負では決め無に駄来なていますね。わ。今のが傭兵殴ってれ全部ば無駄なく言ってるからな、これ鏡かもも。しれないですね。はい。釣る前ただに鏡次の出変し更にて、囚人に解1人読増え12秒間回させんように、ていくわけです10が、秒以サ上バイやバーで。が逃げ切れるかどう回かさせのん以上勝に負で鏡す出しね。て、フラフォも使そうわでせすてやってね。て、これで84%回ってるからな。それまでのやっ時ぱ間これやっにぱアルフレッ囚ドは人できるだけ相手刺ペーさっスてにるんよな。食い込んでいきたいでしょうか。彼にあれ打ち抜残けんりくサバイて、バーとしてはやはり囚人なので、暗号機壁のとかを位置入れやてた囚人ら、の位置はなんとなく分かってたほんまけど、に4そう人です通電ね。がちょっと見えてたかもしれんけど、でも、守するごいのは、はい、な。難しいですからね。今回囚人もいて、常うに制ま圧なんかもされるっ。でし当たょうりか前らに当てね。る、この距離感。曲芸師に一撃鏡で与えていきます。
もうこの距離感を普通に当てるのやばいよな。遠くのサバイバーは鏡でダメージ与えていく立ち回りですよね。まあ、外へこうやって鏡を出して、アンドロフィー守るのが強いハンターですが、はい。ペロライン。ロケがアイテムマジックステッキを引き当てています。さあ次の鏡。玉使わせてるわ。これは確実にかわさねばなりません。さすがに狙えないか。順調にアイテム減らしてるからな。最悪もう3人通電されても危機一髪も吐かしてるし、アイテム吐かせていくだけで引き分けの目がどん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 見えていくから。ゲージの暗号機が現在 60% を超えていったところ、次の鏡が出てきます。いや鏡がすごい届きそう。フライホイールでかわして怖っ。その精度やばいって。当てたいんやけど。この間に囚人は動き回し。うそやん。当てたいんやけど。行っているので、はい。ヨヘが寸止めを作るか治療するかですね。強電流があるから鏡あんま出せへんな。治療。レッドカーペットでのそばのチェイス。いやーマジ。でもこのゲート前のレッドカーペットというポジションを弱くしておきたいので、先的にこの板を倒させて割ってという動きはしていきたいですよ、ね。そうですね。すごい。ここで送電がつながりましたが、すぐさま解除。サバイバーの立て直しも完全治療まで行っていく。完全治療できるな。何より3逃げ必須なリジェクトですからね。相当な準備はして臨みたい3人通電ですよね。そしてアイテムもらえない囚人局芸士ですから、アイテム使えんのよな囚人局芸士さえあれば、はい、引き分けは狙えるでしょうね。ここは読み勝ったそば、うん、まいよ。まだ取られません。そばさんの避け方、ここで多分取り切りたかったアルフでもありますね。まあ、3人通電はいけるけど相当きついですね。鬼没もあってなっていきました。傭兵のゲート前待機プラス傭兵の肉壁なども必要になってくると思うので、傭兵が北ゲート、なるほど、北ゲート待機する。ハッチが目の前に確かにあるけど、もう自身でここのチェイス能力でハッチここですからね。もう通常攻撃で殴ってフラホが残ってるんですよね。鏡をかわさなあかん。3人逃げられるかどうか。この鏡はどうだ。いやフライホイール。お、よくと。ため攻撃も届かず。入れ替わります。さあ次は鬼没の読み合い。おっと、ワンチャンあるぞこれ。傭兵壁来る。向かう囚人。そうはさせまいという立ち位置。え、ワンチャンあるやん。ただハッチがあるが。やばいやばいそれ。そして強電流の読み合いでしょうか。ハッチは開いた。どうだ。うわー殴り方うめえ。ハッチまでは届かない。殴り方うめえ。見事抑えたアルフレッド。強電流な自分から当てにいかな無理よな今の。ワンチャンあったよ。すげえわ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん次の動画で。バイバーイ。